りゃ。よいしょ。暑い。暑いな。ちょっと今日はネイルを塗りながら喋っていきたいと思います。なんかネイル塗ってたんですけど、ちょっとなんか日々の生活でちょっと落ちてしまったので、これを塗りながらお話ししたいと思います。はい、こんばんは。いや、ここかぶっちゃうな。こんばんは、こんばんは、こんばんは。皆さん今日何されてるんですか今。っていうか、みんなってどんな体勢でショールーム見てるの？テーブルの上に置いてるか、携帯を、それとも寝そべって見てるか、それとも音声だけなのか。何、寝ながら見てる？寝そべってる。やっぱりね、テーブルの上に立ち見してんの。それはなんかもうプロ意識だね。寝そべりながらうつ伏せで見てる。 PC、 あ、 PC の時って椅子に座ってるんですか？お風呂に入りながら見てる。防水なのかな。どうやって見てるんだろう。私はね、動画とか見るときはだいたいソファーで見るか、あの寝そべるか、どっちかです。歩きながら見てる。どこ向かうのどこに向かうの。ウェールスながら見てる。あ、一緒だ。あららら、あ、電車とかバスの移動中。なるほどね。そうだよね。すごいコオロギの音がすごい。実は私のお家、なんか寝そべってね、そのソファーの上で動画をね見てたんですよ。でなんかすごいコオロギのヒーヒーヒーみたいな音がこう聞こえてきて、あ、もうこんな時期かって思ってたんですけれど、いや、それにしても近いって、音が、コオロギの音が近すぎると思って、それでそれを妹に言ったんですよ。なんかカイリがここでスマホしてたらコオロギの音がすっごい聞こえてきて、なんか家のなんか巣でもあるんかなみたいな。そしたら妹が、え、それ私もって思ったって言って、そうそうそう、音がすごいの。キーキーキー、ヒー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 みたいな、もうす大音量すぎて、なんかあのもともと外にはいたの知ってたんですよ。外には毎年この時期になると佐藤家の庭にコオロギがいるんですよ。でもそんなレベルじゃないぐらいもう直に聞こえてきて、これは何だと思っていたら、なんとそのソファーの上に冷房があるんですけど、その冷房の中にコオロギがいるんですよ。もう音が直に聞こえてきて、あ、おかしいなって思ったんですよ。そしたらなんかその妹と一緒に耳を澄ませてみたら冷房から聞こえてきたの。そうそう、冷房の中に、やばいよね。で入ってきて、でなんかそのしかもその家の中にいるコオロギが鳴く時間も決まってんの。だいたい10時ぐらいなの。22時ぐらい、今日はまだ鳴いてないねみたいな感じになってきちゃった。もうコオロギがいること前提なの。やばい、どんだけカエルちゃん好きなんだ。タイマー、そうタイマーになってるの。同居してる。そうなの。怖くない？というか、なんだろう、もう
さ、どうしていいか分かんなくてさ、放置してるんですけど。うん、あ、スズムシかな、コオロギ、え、コオロギって鳴かない、スズムシかもしれない、スズムシコオロギ、ちょっとどっちか分かんない、もしかしたらスズムシかもしれない、キーキーってよく、え、私のショールームでも聞こえないかな、コオロギも鳴く、両方鳴く、え、どっちがどういう鳴き方なんだろう、スズムシ、それがもうね、ちょっとびっくりで、あ、バラありがとう、コオロギかな、もうね、虫と一緒に共存してると思うとちょっとね、かわいい、ありがとう、ちょっとネイル塗りながらで、塗りながらで申し訳ないんですけど、申し訳ないね、よいしょ、こんな感じの色です、はい、あの落語の時はね塗ってなかったんですよ確か、なので塗ってきた、虫全般苦手、もうね、うーん、苦手かな、何をするかによるけど、その虫と何をするかによるんですけど、だいたい、あ、危ない、うんとね、大体苦手、そう、なんかもう虫をなんか顔に近づけるとかそういうのちょっとダメだね、こんばんは、なんだろう、なんか形がはっきりしてるものの方が割と受け入れやすいと思う、そう、例えばさ、なんだろう、カブットとかムカデが添い寝してた、あ、ダメ、ムカデ、なんだろう、ゴキブリ見たことありますよ、ある、そう、カブトムシとかクワガタみたいな、なんていうの、うーうーうあと幼虫は触れない、幼虫は触れない、コガネムシ、靴の中にムカデが入っていたことになる、何したの、ちょっと、なんかね、トンボさ、トンボのね、羽がダメなの、羽がブー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 ってブーブーしないでほしい、セミもバタバタするから、それだったら私イモムシとかの方がびっくりしないかも、イモムシってゆっくりだし羽もないから、そう、ハチも見たことあるよ、刺されたことはないんですけど、あるんだ、羽の音だよね怖いの、ブーンみたいな、そう、なんかバッタはね、バッタが苦手になった理由は、なんかもともとバッタとか捕まえられる少女だったんですよ、なんかでも
私がこうえいって足掴んだらそのままピョーンってどっか行っちゃって、でそれがちょっとトラウマになって嫌いになりました。なんかその捕まえたよいしょ胴体元って思った時に、もうそのバッタがね自分の足を落としてまで私に捕まるのを嫌がったの。自分のそんなに嫌だったのかな、わかんないけど、そういうことをね平気でするようなバッタは嫌だ嫌だよ。いや別にそう別に悪さ嫌がらせしようと思ってないの、そのバッタに仲良くしたかっただし逃がすつもりでいたのに、なんか飛んでっちゃって嫌だった。そんなバッタは嫌だ、嫌だったよ。あとカマキリは私カマキリそのなんかカマキリのお腹が嫌な、なんかカマキリのお腹になんかハリガネムシっていうなんか寄生虫がいる場合があって、それを知ってからカマキリ見つけるとカマキリのお腹ばっかり見ちゃって、このカマキリの中にいるのかいないのかどっちだっていう目で見ちゃって、カマキリのこと、もうちょっとカマキリのことはもうしっかりとは見れなくなっちゃった。そうトラウマ、それもそうなの、どっちなの君はって思っちゃって、もうねダメカマキリは。そうなんか TikTok とか、え待ってヘビフロックさん知ってるの、ヘビフ、えちょっと待ってやばい、私のファンの方にさ私みたいなセンスしてる方がいるんですけど、これ誰、ファンの方での私じゃないよね、えなんかヘビフロックさんっていう YouTuber さんがいらっしゃって、なんかその方がすごいそういうなんか虫とか生物が好きでなんかいろいろそうされてるんですけど、いやそうみんちょっと気になった方はねぜひ見てください、いろんな実験されてるんですよ、私見てるんですよ、見てるんだわらわら、え見てる、えあとおーちゃん、そうおーちゃん、おーちゃんさんとヘビフロッグを見てるの、えやばい知ってる人いるの、私ね絶対もうメンバーとかにも言ってないんですよ、絶対知らないと思ってて、もうお父さんにしか言ってなくて、でお父さんにも惹かれてるんですよ、こんなんこんなん共有してこないでってえまだ見てない方ちょっとね今見てほしい、おーちゃんとヘビロックさん、まあ両方なんかまあ生き物が好きというか、まあその好きの形がちょっと強いだけで両方あの同じ感じなんですけれども、え怖い待って本当に誰にも言ってないの、私お父さんに毎回 YouTube の共有で LINE リポって送ってこれ見ておいてって送ってるんですよなんだろう、例えばなんだろうな、そのまあそのハリガネムシのことだったり、なんだろうこのホニャララムシをホニャララムシのところに入れてみたとか放置してみたとか、何々に何々食べさせてみたみたいな、まあ普通の人がするような
ことじゃないことをしてる YouTube チャンネルで、なんかなんで好きかっていうと、なんで見てるかっていうと、なんか絶対私がやらないことだなって思ったから、なんか絶対私そんなことしないし、周りにもそんなことしてる人いないいないじゃないですか。でも、まあ、YouTuber さんだからなのか、まあ、広い世界にあそういうことしたい人がいるんだなって思って見てるの。キモくないって、えなんかなんて言うんだろう、へーっていう感じかな。あへーってなんだろう、え神秘的というか、そうね、知らなかった事実だし、まあ、気にもならなかったことだから、それを初めて見て、あへーってなる。私よくね、あの辛いカップラーメンとか食べながらそれをね見てます。はい、まあでも実際自分が やってって言われたらちょっとあれなんですけれども、そう、私全然食べながら見る。うん、なんか食べながら私何でも見れるんですよ、基本基本ね。なんかなんて言うんだろう、 目で見たものとこの口で食べてるものはなんか別なんですよ別作業なんですよ。だって目は目、食べ物は食べ物で、目で見たからって言ってこう味が移るわけでもないし、食べたからって見たものの味がするわけじゃないし、だからと食べてる時にそのなんかまあ好きなものを見たいみたいな、好きなものとか見たいものを見たいっていう気持ちから、なんかそういうチャンネルとかを見ることが多いんだよね。そうなの、こことここはね別々なんだよみんな。まあでもここで見たものをこう妄想しちゃうというか連想しちゃうから、ちょっと嫌だなって思うことはもしかしたらあるかもしれないけど、うん、特技？なるほど、強い。そうだからそのチャンネルをねちょっと見てる人がいるってのに、なんか私と同じ趣味でちょっと引いちゃったんですけど引いちゃったけれども、まあ嬉しいと。うん、YouTuber さん私結構見てますいやだってもうこうやって人に言える内容じゃなかった、なかったじゃないじゃないですか、あんまりさ、そんな虫のなんとかとかさ、アイドルが言うことじゃないって思ってて言ってないの本当に。あ、私も最初 TikTok かおすすめかね何かに出てきて面白いと思って、そこからチャンネル登録して見始めるようになったの。でも一回そういうの見るともう関連がそういうものになっちゃって私が YouTube 見終わった後におすすめに出てくるのはそういう虫関連かアイドルかゲーム配信っていう、そんなのが出てくるようになった。うん、そうなんだよね。そう、突然おすすめに出てきたの。そう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 、虫のプレゼントが増えて、ちょっと生きた虫、そうなの。ねえ、なんだろうね、なんでおすすめに出てきたのかわかんないんだ、まあ、だけどそう、それで引っかかったの。10月9日おしゃべり、そうなの、マックスとキティシャツ着るのでぜひぜひ。あ、待って、これ直してない、あの一部なんですよ確か。マックスとキティシャツ着るのは10月9日の一部なんですよ。ちょっと待って、直そう、直さないと。あ、ペンがない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 、ボールペンしかない。
ちょっと、ちょっと次から直そう。直します。また再販始まってるの。ぜひ皆さん来てください。待ってまーす。ねえ、もういっぱい32時再販？32時再販ですよ。っていうことはつまりおしゃべり会来てくださいねってことなんだよね。スーツ前回人気でよかった。スーツね、よいしょよいしょ、できたー、よいしょ、来てね皆さん、よいしょ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 、おっと、腕焼けた、焼けてる、わかんない、え、焼けてる、あった、あった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 、焼ける、あ、危ない、髪の毛に、うん、ちょっとだけ増やした、ありがとう、ちょっと集中してる、集中。うん？えいえい、あ、終わりそう、終わるよ、お待たせみんな、ちょっと、オッケー、終わりました、やっとだ、はい、よいしょ、そう、これをもうね、どこも触っちゃいけない、乾くのに時間かかっちゃうから触っちゃダメ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 、絶対ダメなの、触ったら。絶対触るなよ、絶対触るなよ、うん、なんかね、気が抜けた時につい髪の毛とか触っちゃった時にはぁとか、こうなんかどこか書いた時にあみたいなのがある、そう、あるあるなの、1時間くらい、うん、1時間すれば完璧、30分くらいかな、このネイルは。なんかネイルによりけりなんですけど、ああ、あれありがとう、風呂敷ありがとう、10月1日マックスを見送り行くの、え、10月1日、もしかしたら、いや、行けないかもですね、うん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 、タコありがとう、ありがとう、ハートもありがとう、そう、ティフだからどうなんだろう、え、いや、お疲れ様、お疲れ様です、どうなるんだろう、はじめまして、ありがとう、でもさ、まだティフのメンバー発表されてないですよね、練習してないんですけれども、どうなるんだろう、
入りしか勝たんだって。なんだよ急に。あ、そうだね、その前にでも総踊りあるか。総踊りが20日イオン乗車しましただって。おお、あーはー、生誕祭もその前にあるしね、いろいろある。うん、いろいろあってそう、公園も、はるか村の公園もあるし、そうなんだよね、いっぱいある。グリーン車だっていいなぁ、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 いいなぁ。私はね、気分だけどなんか2階席かな。うん、そう、超絶可愛いね。ほんと？ほんとっけ？こんばんは、こんばんは。え、グリーン車に乗りたいちょっとグリーン車に乗れるアイドル目指す。なんか2階かな、やっぱり。あの、た、あの、景色が高いというか目線が高くて、あ、なんかマックスに乗ってるなーっていう感じがして。そう、あ、一階席派の方もいらっしゃる。うん、私はもうグリーン車に乗るアイドルにグリーン車アイドルになる。うん、25日 E4 売り切れ。へえ、貴族、そう、貴族になりたい。あ、そう、なんかグリーン車しかなんか空いてなかったっていうことがたまにあるらしい。たまに、うん、ね、私はまだそれはなったことないけど、全然ないんだよね。なんかね、1回だけね、1回だけ乗ったことあるんですよ、私の人生で1回だけ。いつだと思いますか？その、じゃあマックス時とかに、まあ、限らず、どこの新幹線でも OK だとして、 NGT に入ってから1回乗ったことがあるんです。じゃあそれは何のお仕事でしょうか。まあヒント圏外なんですけど、何だと思いますか？マックス、あ、マックスはい、グリーン車に乗ったことがあるのは何だと思う？平日じゃないな、普通にお休みの日だったんじゃないかなって。ホテルタイムズブー、落語ブー。あ、じゃあちょっともう詳しくお願いします。総選挙、うん、陸アワディズニー以外にっていつ行ったんですか。私、お仕事です、お仕事で。なんだと思う？こんばんは、こんばんは。じゃんけん大会行ってなくない？名古屋の握手、あー惜しい、惜しい。武道館、うん、惜しい。陸泡じゃない、ちょっ
っと待って、これじゃあちょっとユニバの時だ。いや、いつユニバ行ったんねんいつ行ったドラフト会議。いや、一般人、一般人、総選挙じゃない。え、これ絶対当たらないんですけれども、どうしてですか皆さん、思い出してください。え、多分意外なんですよ。意外なのかな、多分こんなに出てこないっていうことは、え、この時みたいな。じゃあヒント言いますね。そのお仕事は全員じゃなくて、何人ぐらいだろう、全員じゃなくて、時期はセカヒトのシングルリリースの時期、セカヒトのねシングルリリースの時期の県外に行った時正解は富山に行った時。そう、富山に行った時、富山に行った時、富山に行った時です。富山のね、握手会、まあリリースイベントみたいなものがあった時。でもその時ちょっと新幹線電車も全然詳しくなくて、そう、あ、たまにこのグループはグリーン車なのかなって思ってその加入して1年目の時だし、あ、このグループってなんかたまにグリーン車になるのかなって、こうね、なんかね、富山の日その近くで結構予定が詰め込みであったから、そう、忙しい人とかを癒すために、あ、なるほどねって思ってて、じゃあまたいつか乗れるのかなっていう、なんとなくそう軽い気持ちでね乗っていたんですけれども、なんとそこから2、3年ぐらい乗れてなくて、あ、そう簡単に乗れるものじゃなかったんだなって思いました。そう、そのね1回だけだったの。その時富山、大阪、長岡だからなのかな、結構ハードだったからかな。そう、奇跡のグリーン車だったわけ。もうでもその時はまたすぐ乗れるっていうの勝手に思ってたから、グリーン車はあんまり味わわないで寝ちゃったりスマホとかしてたの。もう今ならもっとグリーン車を味わおうとすると思うんですけど、なんかもうまた乗れるだろうみたいな、なんかよくわからない気持ちであまり堪能しなくて、すっごいもったいないことしたなって今になって思ってます。そう、もっとさ、もっとそうキョロキョロすればよかったってこっちにこっちで横になったり、こっちで横になったり、足伸ばしてみたり閉じてみたり、いろいろすればよかったのに、もうずっとこのままビュッ、もう寝てたから。だから私はグリーン車に乗りたい、どうしてもグリーン車に乗りたい。でもまた乗れる日が来るのかな。それで私言ったんですよ、なんかグリーン車に乗れるアイドルになりたいですって、うん、そしたらもっと頑張んないといけないよね多分。乗ってください、乗りたいよ。あ、自腹で足しちゃう、じゃあ自腹で足そうかな。なんか新潟なって新潟長岡間だけみたいな。そう、
ったグリーン車に乗れることを目指してます。はい、なんででもグリーン車だったのかわかんない、間違えたのかそれしかなかったのかどっちか、それか忙しかったからちょっとでも休んでねみたいな、なんでなんだろう。そのマネージャーさんも今はいらっしゃらないマネージャーさんだから、なんでグリーン車だったのかは謎のままなの。しかもその時あんまり気にもならなくて、こんばんは。いい、来年の目標グリーン車でいいですか？グリーン車でお仕事するでいいですか？どうなの？空いてないっていうの結構あるのかな？なんでだろう？これ生誕のスピーチで言うの？私はグリーン車に乗ってお仕事がしたいんです。なあ、スタッフ汗だよね、滝汗ですよね。私はそれは楽しいご挨拶。やばい、みんなハテナ、ドラム部もハテナ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 。具体的でいいねだけを褒めないでください。うん、コロナ前結構、ま、多かった。ソムリエ落語面白かったよ。ありがとうございます。ありがとう。そうなんだよね、本当にもう味わえばよかったなっていうのすごい後悔。でもどうやったらグリーン車になれるんだろう、そのルールっていうかそれが分からないんですよね。どうやったら私はグリーン車に乗って移動ができるのか。もしかして、待って、コメントでいいの見ちゃった。 JR さんのお仕事なら移動がグリーン車かも。なるほど、どうしよう。でもさ、どういうこと？県外の JR さんのお仕事だったらグリーン車に乗れるかもしれないってことですか？危ない、握りしめちゃった。気持ちが入りすぎて。やばい、そうする、頑張ろう。確かにそれならありえるかもね。でしょ、やばい、見つけちゃったよ。グリーン車に乗れる理由、国会議員にって、国会議員さんはグリーン車に乗れるの？今日の衣装、うちの妹みたい。これあの、これが春ヒロインさん、あの小島真子さんのブランドで、これは池袋で私が迷子になりながら買ったやつ。もうね、もう半分池袋って、まあ東京のどこの駅もそうだと思うんですけど、もうとにかく広いじゃないですか。でなんか地図をね、私 Google マップ使えないんですよ。 LINE マップしか使えなくて、LINE マップっていう名前なのかも、 LINE のやつでこう見てて、まあ明らかに違うけれども、もう強行突破して、こう私の行きたいところが、違う、私の出た改札がここだけど、ここの改札に行きたいみたいなとこだったら、もうこう行っちゃえって思ったんだけど、こう行く道も難しくて、それでもうなんかもうヘラヘラしながら
これ妹に写真送ってこれ割り勘しませんかって言って割り勘して買ったものです。そう、池袋本当に出口が多くてびっくりした。なんか私 LINE マップがすごい使い心地が良くて、そう、それでも私もう分かんないと思ったんですけど、もうやっぱ聞くしかないなって、周りに、周りの方に本当にもうすみませんって言いながら、うん、もうここに行きたいんですけどどうすればいいですかねみたいな感じで、うん、なんか階段とかお掃除されてる方とかにお聞きして、そしたらなんか教えてくれて、ヘラヘラじゃない、メソメソか、メソメソです。メソメソしながら、池袋は埼玉の首都だって、あれあれれれあれ、池袋、池袋案内するって、案内してくださいよ私を迷子にさせないでください。うん、そう、新潟ってあの新潟市内のなんていうの、まあ普通の私がご利用するルートではもうそんなにもう主に JR さんをお使いになるんですよ。そうだし、駅も初見だとしてもまあ普通に大丈夫なんですよ。まあたまにちょっと迷子ないことあるかもしれないけれども、でもまあ基本の成人女性なら、私みたいな成人女性なら迷子にならないんですよ。うん、大丈夫なの。しかもあのもうマップでも行けちゃうし大丈夫なの。でもやっぱり東京はいっぱいあるじゃないですかね。もう駅の向かいに違うね、私鉄の駅があって、これとなんかもう新潟ではこう見ない風景というか、それで迷子になっちゃう。私ね、電車とか好きになる前にそれが理解できなくて、原宿の近くとかもすごいいっぱい駅あるじゃないですか、それの理解ができなくて、うん、何がどうなってるんだって。でさ、普通にチケットで通ろうとしたらそのチケットじゃいけないって言われて、えって、あ、このなんていうの、 JR さんのチケットじゃいけなくてメトロさんの買わなきゃいけないって、そうなのって私は思って、もう何でも見たことある JR さんの改札機で行こうとしててそこで全部ね買ってたんですけど、 それじゃねいけないっていうことをね学んで、東京ってそういうところなんだって思った。全然わかんなかったの。もうそう、もうわからなかったらそう駅と駅の間をね歩いちゃう。新潟市、そうね、わかんないし、うん、ね、全然一駅とか新潟一駅歩くっていうのはもう本当に冗談じゃない。もうねそんな簡単に歩けないんですけど、でも向こう原宿渋谷間とかさ全然歩けちゃうからね。私歩いたもん、うん、それのびっくり、歩くんだって、うん、
だって新潟ね。でもね、私ね、まあ、こんなこと言っておきながらね、私この前一駅歩いたんですよ。謎に歯医者さんに行くときに歩いてったんですよもうね、もう40分ぐらい、すっごい1時間かからないかったけれど、すっごい汗だらだらかきながら、そうヒカキンさんに会いに行って暑くて、それですごい運動になる新潟の。お金なくなかなかったです金先生無謀じゃない、無謀。なんか本当はお金なかったっていうよりは、なんかお母さんがお父さんどっちかがね、なんかお仕事前に送ってくれるみたいな予定だったんですけど、お仕事が早く入っちゃって私のこと送れなくなっちゃって、でタクシーで行こうかなって思ったけれども、いや待てよって、タクシーに乗るなら何が買える、何ができるって考えて、私は歩いていくのを選択して歩いていった。でも帰りは迎えに来てもらったから大丈夫。そうそうなんだよね。そこで電車じゃなくてタクシーでもなくて歩いていくっていうのを選んだの。何？倹約家？なんだ？なんだそれは。うん。新潟駅から磐梯まで歩くのも嫌だって。もう私ね、もう磐梯は庭、お庭。新潟駅から磐梯なんてもうお庭だと思ってるの私はね。だから全然もうへでもないの。って思ってても。なんか間違えてこの前マナと全然違うバス乗っちゃって、そこまでバス乗っちゃった。うん、庭よ外に出るようなものなのだから大丈夫なのよ私は。全然安らぎてとかまでは、私の鬼は安らぎ亭から向こうの古町は道路そうわかる。でも雨降ってるとちょっとなんか苦しいというか、ワンダーからときめすまでは歩けますか。でも全然歩きなさいって言われば歩きますよ地主ですねってうん、気持ち的にないないって、なんか楽しいこと妄想する妄想すればいいんです。もう確かに夏暑い時新潟日差しすごいからね。こんばんは、こんばんは。もしかしたら暑い時とかちょっといいあれかも、苦しいかも。だから今の秋とかもうあと2週間ぐらいしたらちょっと涼しくなってくるから、そこからなら全然外歩いてもいいなって思いますけどね。真夏でなければときめすまでは歩くどこからやねんまさか。かわいい、ありがとうございます。でも古町でご飯とかね食べに行くとき、もういやでもやっぱりバスがいいよなってなりますよね。ときめっせにバス出てますよね確か、なんか
ね。レンタルサイクルの会員になってる。何レンタルサイクル、これ自転車。あ、安らぎて歩くのが好き。確かに安らぎてっていう、え、わかる。みんなんか原っぱがあるんですけど、原っぱいい。あ、自転車、え、結構みんな歩かれるですね。庭へそう、原っぱじゃないの、あれ原っぱじゃないの。安らぎ亭はわかる。私のチャリはもうね、ずっと使ってない。似合う、ありがとう。かえ、いいな。なんか私も自転車借りてどっか行きたいな。全然知らないところ行ってみたい。晴れた日安らぎ亭で昼寝してた。おー、いいねいいねいいね、そういうのしてみたいな。迷子になる、確かに確かに。え、自転車乗れま、ね、乗れるでしょ。自転車に乗れない私なんてさ。安らぎ亭で TikTok 撮ってる若い子いるなんて。そうなんだ。もう TikTok 撮る時代ね、私のね時代は、私が学生の時はね、バインが流行ってたんですよ。え、バインってわかりますか？6秒動画なんですけど、わかります？今は TikTok じゃないですか。でもミクチャとかもあったじゃないですか。私の中学生の時はバインだったの。そう、動画撮って写真、はいチーズ、バインだよっていうのが流行ってたの。知らないの？懐かしい。そう、あ、V、あ、バインか、あったな、バインやってたね。初めて聞いた、あったかも。いや、やってたよ。みんな忘れてるだけで、思い出してください。みんなもきっとやってたよ。あのアプリです、あのあれですよ、あの6秒動画ですよはい、まあ、それのね、バインの時代だったから。時代って言っても私は投稿してないですよ。まあ見る派だったんですけど。聞いたことある？それ全然わかんない、意味が伝達してこない、わかんないI can't forget you。 まあそれだったので、なんか TikTokを撮ってるの見ると、まあ、自分も撮ってるけど、ちょっと時代を感じる。そう、バインってなんて書くんだ、 VINE かな、わかんない、バインみたいな。そう、6秒動画なの。大関麗華さんとかがそうバインでデビューされてた。なんかそれで人気になったみたいな。ジェネレーションギャップ。え、ミクちゃんも、ミクちゃんは本当に友達がにちょっと見せてもらったくらいなんですよ、ミックスチャンネル。なんかさ、そう、友達がね、なんか見せてくれた、こう双子ダンスみたいな、なんかこういう、まあ、TikTok みたいなやつ。思いはいつだってそうゆらゆらり、だだだだだだ。ミクちゃんもやってなかったし、私はアプリ多分入れてなかったと思うっていうか、高校の高1とか、あ、わかんない、君のことをずっと
懐かしいね。まるまるもりもり、まる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 もりもり。面白くなかった？面白くなかった？面白かったでしょ？面白かったよ。それかな、流行ってたの。なんだろう。で高校になってインスタグラムっていうのを知って、で高校入ったらもうみんなやってて、インスタグラムで私やってなくて、そうって、なんかインスタグラムってなんかそう、写真じゃないですか、ツイッターとかと違って。だからその写真、なんか自分の写真、そうへーって、すごいまた新しい SNS だなって。みんなインスタグラマー、みんなグラマー。そうインスタそのくらいあったの。インスタはそう一気に、今の時代はインスタ。私の高一の時からもうあったみたいで、ツイッターはもう多分ずっとあるよね。高校生の時にももうあったし、フェイスブック、フェイスブック、なんかさ、なんかお家にパソコンがあって、私それで中学生の時はまあ主にそれで、あの YouTube とかをこう見てたんですけれど、それでね、担任の先生のそのパソコンでね、担任の先生のね、中学の時に Facebook 発見してそれでなんだこれって思って見てた。担任っていうか教科担任、体育座り大好き。ああ先生もフェイスブックってやるんだって。私はちなみにだけどやったことない、そうあんまり見ちゃいけないやつフェイスブックね、そう、フェイスブックはやっぱり実名登録が多いからね。確かに、いつかまた TikTok 流行ってたねっていう時代が来るよね。怖っ。ググタス、懐かしすぎる。懐かしいね。メンバーさんやってたね。モバゲー？待って、その響き懐かしい。何？CM でなんかやってたんですけど、そう、もう今のね、今の学校って業務連絡 LINE でするんですって。やばくないですか？もうさ、妹が高校生の時になんか先生のね LINE 見せてくれて、なんか男のおじいちゃん先生なんですけど、その先生なんか理科系の理科科目を持ってる先生で、なんかアイコンがジュゴンみたいななんか可愛いのジュゴンだったか、なんかで、ね、その先生からこういう風になんか入試のどうのとか全部連絡が来てるって言って、ってそうやばくないあっあっあっ爆笑しちゃって、可愛いなって思うそれでそう先生がいるグループラインがあって、で皆さんお疲れ様ですって、なんとかの教科の何々先生から何々ですとか全部来てて、でも私の頃、まあといっても2年しか違わないんですけど、私の頃はもう携帯持ってくるなみたいな、学校にね、NGT 加入する前の高校ね、もう携帯なんか持ってきちゃダメよっていう感じで、で中学校の時はもう携帯持つな、
もう LINE ももちろんするな、もう携帯持ってたら親に言うぞみたいなねところだったので、だからちょっとあやっぱり携帯をね学校っていうところでね持ってきちゃいけないし、ましてやね先生のとの LINE とかさ、そういうなんてねちょっと考えられなかったけど、そうもうなら誰かさ鳴ってたらねもう教室が地獄だったのうーんって知らないふりしてるけどさ、時代の変化を感じたんだ。それでびっくりでしょね。そう私はだからあれだったんですよ、なんか電話でもしもしするやつなんだっけ、連絡網で、あーなんか誰々ちゃんにそう電話しなきゃだとか、あ先生に聞きたいことあるって思ったら連絡網取ってきて、あーあーあーあああもしもしってやつやってたから、そうポケベル学生時代携帯なかった、ない、そう連絡網だったの、連絡網の練習とかあってね、でなんか連絡網の練習があって、こう何日の何時ぐらいから何々さんからやりますみたいな、でなんかそれ私がやりたくて、なんか私が電話に出て次の人に回したいくて、であの電話を取ったはいいけど、なんかその前の子がお母さんかお父さんか大人の方が出てて、で緊張しちゃってなんか喋れなくなっちゃって、なんか途中で変わるみたいな自分分かっててその連絡網の訓練があるって出て分かってたのに、そうちょっともう生きてしまって、私ならできる、かいちゃんならできると思って出ちゃはいいけど、ちょっと難しい話だったからあすいません変わりますって言って変わってもろたえそういう時ってなくない、ありますよね、その学生時代になんか自分はまあそのさ電話の それぐらいはできるさみたいななんかそう思う時ありません、いや電話ぐらいできるろみたいな、電話の対応くらい見て思って、でちょっとご丁寧すぎてできなくて、そこで、まあ、ストップしなかったです、一応途中で親に代わってつないでもらいました、はい大人ぶっちゃった、会社電話頼る、そうだからさね大変だよね、なんかうちに電話来るもん、なんだ電波の会社から、電波なんて言うんだろう、そういうの電話会社さん、電話会社さんとか着物屋さんとか保険屋さんとか塾とか、そう電話来るもん、いっぱい来る、うん、固定電話ある、ある、会社で電話取りまくって、でもさ会社で電話来るのっていいことじゃないの、だってね、なんかお仕事の依頼とかだったらおープロフってあった、え待って私あるかも、あなかった待ってプロフね、プロフねすっごいね流行ったんですよ、もう懐かしい、よいしょ、そう私のうちすっごいいっぱい勧誘来るので、なんか勧誘に紛れて間違い電話も来るの、話したかもしれないけど、なんか
勧誘かなって思って、まあでも一応で出るんです、毎回もしもしって言ったら、そのなんか美容室と勘違いされた方、おじいちゃんが出て、美容室何時だっけやみたいな、何時だっけかって言われて、あ、おじいちゃんここ美容室じゃないんですよって言って、なんだってって言われてあ、美容室じゃなくてなんか普通のお家なんですけどって言ったら、美容室じゃねんかって言われて、え違いますって言ったら、そのなんかばあさんに変わるみたいな感じで、そのおばあちゃんに変わって、でおばあちゃんが、おばあちゃんに、あ違うんですよねって言ったら、なんかおばあちゃんがおじいちゃんに説明してくれて、あ、こう床屋じゃないんだってって、違うんだってって言われて電話終わったもう今月くらいにね、その電話来て、美容室だと思われた。そう、でも私も間違い電話したことあるんだよね、昔ね、自分もね、おばあちゃん家にもうちょっとで行きますって電話しようとしてるしたら違うおばあちゃんにかかっちゃって、で、あのそのおばあちゃんだと思って、ねえねえ何々ばあちゃんって、今から行くねって言っちゃって、そしたらあって、違うおばあちゃんが、そう、それおめさん誰だがねみたいなで、私ちっちゃくて小学校の時ぐらいだから、いや、あのどこどこのおばあちゃんにもうちょっとで行くよって言いたいんですけどみたいな言っちゃって、そしたらその知らないおばあちゃんがすっごい優しくて、その新潟の方からおめさんって言うんですけど、優しくて、そのおばあちゃんが、へーって、おばあちゃん家行くんだみたいな言われて、はいって言って、それでどこどこ温泉行くんですよって言って、月岡温泉にばあちゃんと行くんですよこの後とか言って、わーってなってた。知らないおばあちゃんに、なんかおばあちゃんと行く温泉の話とかしてました、普通に。うん、だからで、私も間違い電話とかしたことあるから、なんかそんなにね、あの強く言えないの、なんか間違えちゃうよね。しかもなんかさ、固定電話って間違えちゃうよね、間違えちゃう。そう、月岡温泉なんかよく行ってたの、昔おばあちゃんとおじいちゃんと一緒に行ってて、月岡温泉って、あ、新潟にそういう温泉があるんですけど、そう、その温泉に行くんだっていう。え、待って、何、あ、うん、あ、あ、うん、あ、星、あ、レインボースター、ありがとうございます。優しい人でよかった、確かに。え、でもさ、固定番号って、固定番号ってなんだろう、あれなんですか、地域の近い人にかかるんですかね、その1文字1人番号とか間違えちゃったらね、もしかしたら、だからもしかしたらおばあちゃん家に近いどこかにかかったのかなって。そう、同じ地域のかな。まあまあ近いと思うね。マリちゃんがお湯飲んだ、そうでしょ。でも最近全然温泉に行ったことない、行ってないですよね、実は実はっていうほどでもないかもしれないけど、全然行ってないの。最後に温泉行ったのは、あの握手会のホテルのなんか露天風呂みたいな
ところがついてるホテルがあって、そこにお泊まりさせていただいた時に行ったの。それ以来、あ、足湯はある、あ、そう、足湯はあるんですけど、もう全体の湯というものがね、カイリって温泉の宿があるね、なんかファンの方から教えてもらったことある、なんかツルツルしたい、そう、温泉なので、なんかその時ユナコと仲、まあ、今も仲いいけどユナコと仲良くて、ユナコと一緒に入ってたんですよ。そう、そしたら他のメンバーさんとかも来て、みんなでいい湯に、いい湯をしてた。今もすべすべかいりちゃん、本当は私すべすべかな、いや仲いいよゆなこ、もうゆなこね、なんかね本当に仲いいですよそうなの、懐かしい。健康ランドって何？ジム？だるまありがとう。そう、いや、もちろんビジネスじゃないんですよ。全然仲いい。いいよ、ゆなこと。新潟の温泉はどこに行ったことがありますか？なんか行ったことあるんだけどね、ちっちゃい時とか。どこなんか覚えてないんだよね。何、健康ランドって、あ、銭湯か、ゆったり園、あー、でっかいスーパー、あー、みゆみゆとはビジネスね。そんなわけないでしょ、そんなふうに見えてたのねえ、なわけ、なわけ、わけ、わけ、なわけ、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 けけ、あつ、あつかい、熱海、なわけ、うん、熱海熱海って呼ぶの、熱海温泉ってあるんですか、やばい、ちょっとねえちょっと関東に行ってないことがバレてしまう、ちょっと新潟の子なんで、はい、やばいなとか、ねえやばいとか言わないでよ、何がやばいんだよ、漢字が読めない、それだけじゃない、ん、熱帯は草なんか私もね最近ね、なんか草って使っちゃうんだよね、やばいんです私。ちょっとショールームではなるべく出さないようにしてるんですけど、落語大変お疲れ様ですかあのね、私草って言っちゃうの、やばいの、なんか面白いことが あったら何々で草って言っちゃうの、よくないよね、うん、よくないよね、やめる、そう、そう、言葉として使っちゃうの、え、今日夜ご飯食べてない自分草なんだけどとかで、お母さんとかに草って言われて、え、草草草、よくない、
なんかさ語尾に何かつけたくなっちゃう。それは嫌やわ、だって惹かれたなんか惹かれちゃったよ、草むしりむしってない、なんか語尾になんかさピエンじゃないけどなんかつけたくなっちゃうの。夜ご飯が草じゃないわそう草って聞く。でもなんか LINE とかで、え、皆さんってなんか LINE とかするときってわらわらとかつけますか？なんかね毎回思う疑問なんですけど、わらわらってなんやねんって思うの。わらわらって何？何笑ってんねんってだってそんなあのなんかおなんかさ OK とかにもわらわらつけることあるじゃないですか。いや私もつけるんですよ、もう私ももちろんつけてるんですけど、でもわらわらってなんだろうって思って最近、うんもうみんなわらわらしてる。巷でピエン、そう。でも私も使ってるので、わらわら漢字のわらわらも使うし W も使うし草も使うしわろたも使うし全部使うんだけど、え、なんで自分って使ってるんだろうなって思うんだよね。そう、かっこわらって全部使うそう全部使ってます。え、そう、爆笑も使うよ、うん、わらわら。ね、あのまあ使い分けとしては、え、なんだろう、あの、え、なんだろうね、なんかさ W の方がちょっと笑ってる感強いというか、だから漢字の方が柔らかいソフトな感じするから、結構人に送る時とかはわらわらをとかを使うことにしてて、それすっごい面白いじゃんみたいなのには W をね、私はね使う感じなんですけど、もう23時になる。そう、みんなってどうやって使い分けるのかなって、送る相手による。あー、確かに確かにさ、上司とかにさ草とかさわろた何々上司わろたみたいな使えないもんね。うん、そう、しかもなんか W にも空白が多い W ともうつめつめの W があるじゃないね。そう、真面目なメールとか LINE には絶対ダメ、絶対に上司に使っちゃダメ。私もまあその時と場合によるから何とも言えないけど、先輩とかに LINE させていただく時あんまりその WWW って感じはあんまりしないですね。うん、え、私には全然使ってください。え、何でもいい。え、多分私ももしかしたらこれから使うかもしれないし、そう仕事で W はダメだよね。社内メール、え、社内メールってのあるんだ。いつもお世話になっております、 W ダメだよ , 笑ってるやんってなっちゃうからね。使って、私には使ってください。え、私使おうくない、使ってない、マネージャーさんに使ってる、だって。いや、うん、マネージャーさんのなんか連絡、お仕事の連絡とかが来たらもうねカッチカチの、もうカチカチの文章になる。お疲れ様で承知しました、ありがとうございます、よろしくお願いします、まる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 まあでも普通にさ、なんか例えば私が5時メールで5時とかしてて、これ間違ってるわらみたいな来たら、
送り直しますペコリわらみたいなのはあるかもしれないですけど、でもそんなあの真面目なあれなく来た時はもう、もうガチガチガチカチカチのやつにする。だってさ明日何時集合何時メイクで遥村公演あります、よろしくお願いします。まあ遥村だったら笑っちゃうかもしれないけど、明日御礼おしゃべり会です、何時集合です、どうこうです、了解です、笑とか言ったら、え、なんで笑ってるのってなっちゃうじゃない。でしょ、ちかなちゃんは W あんまり使ってるの見たことないね。うん、ハルカムラたちはハルカムラね、そうちょっとさ、わら使っちゃう使っちゃう可能性もなくもない、使わないけどね今のところね。まあでも台本とか来た時はちょっとなんか笑っちゃうよね。あ、そう、そういえば19日ハルカムラ公演あるんですけど、台本が来ました、まあ来ました絵文字も、いや、あのその業務用連絡の内容に絵文字は使いません。そんなさね、あんまり絵文字って使わなくない？そうだからさ、私可愛い絵文字をねコンビネーションできないんだよね、あんまり。そうそう、行く予定です。お、ありがとう。そうそう、なんかまあ普通に台本だったな、まあ台本ではあったけど、なんか強かった今回はありました。なんかね、ちょっと定かではない、本当のことは定かではないんですけど、あの力の、舞台と私の落語とかがあったからね、これ以上台本覚えるの大変だからということで、はるかがアドリブにしてくれてたらしくて、意味があったんですって、アドリブにも。でももう私も終わったしで、チカナの方は一旦はね終えたということで、また台本が決まりました。かわいい、ありがとう、ありがとう。そう、台本ってメールで来るんですか？なんか最初、今回はねちょっと時と場合によりけりなんですけど、最初なんか LINE でブワッて長文で来るの、もうスクロールしなきゃいけないくらいなんか長文で、あのなんかさ、プリンツリーガーとかさ、なんだっけ、なんとかタワー、なんとかタワーなんだっけ、キャラメルタウンとか、そういうのがバッて来て、それを諏訪さんがまとめてくださって、こう資料として来たり紙でいただくっていう感じですかね。そう、なんかさ、 LINE にそれがあるとシュールじゃない？ちょっと破壊神とか、そう、破壊神がどうのとかさ、それを LINE で見てる自分みたいなで、諏訪さんがあの何 LINE でなんかこう送ってくるファイルみたいなのあるじゃないですか、あれにまとめてくださって、であのレッスンの時に紙をねホチキスで留めてくださって、あ、爪乾いたかも、確かに、で出来上がるっていう感じですね。もうさ、でももう台本が壮絶すぎて、私と美晴さんしか返信してないんですよ私と美晴さんだけ、よろしくお願いしますって言ってるのもう多分みんな見てびっくりしてるんだろうね。そう、はるか先生はそう、なんかね降りてくるらしいね。壮絶すぎてしかもなんか台本久しぶりだから、あ、この感じねみたいな、みんないろいろ思い出したんだと思う思い出しちゃったよね。はい、もう頑張ります、はい、頑張ります。19日
ズークーだよね。そうそう、総踊りの前日だね。前日だからなんかいい感じで終わりたいですよね。その勢いでまた20日ね。充電なくなっちゃった。爪可愛くて草、はみ出してて草。春香村さん、みんなね、チカナはいつも何役なのか気になる。あ、確かにチカナのさ、役というかチカナのポジションって結構キーですよね、その公演を進めるにあたって。うん、確かに。待って、え、昼より2回、え、19日ってもしかして、いや平日ですよね、さすがに。うんうん、日曜日？え、2回やるの？2回なんだ。あ、その次の週私の生誕2回じゃないですか。そうなんだ。ただいま、ただいま、ただいま。日曜日で草、確かに草。祝日で草。初見ありがとうございます。ぜひフォローしてくださると嬉しいです。ちょっと初見さんにちょっとアピールします。ありがとうございます。ありがとうございます。草が好きな敬老の日。あ、なるほどね。三原さん4公演？大変だね。結構それ大変じゃない？ええ、そうなんだ。十人トイロさんと、あ、19日が十人トイロさんと、はるか村で、25がドラとマミウメモか。なるほど、ドラムメモ。頑張る。新規です、ありがとう。そうだよね、なんかさ、初見さんのテロップっていうかあるじゃないですか。その次はビギナーさんみたいなね。ありがとうございます。ではちょっともう23時なので今日の配信を締めたいと思います。今日はね、あ、そう、まあ、私の自分のお家帰ってきて、今日はね、辛いもの、カップラーメンを食べたり、で、あと今日朝もいっぱい寝たり、すごいね、なんだろう、充実したっていうか、なんだろう、そのお仕事の充実とは違う、お家を堪能した、お家時間、お家の中でのびのびとね過ごした日でした。で、なんかね、また明日もね、生写撮影があって、で、そう、春香村の練習とか総踊りの練習もあって、あと多分そろそろまた2回目のワクチンもねあったりして、ねえ、どうしよう、私何が一番緊張するかといったらワクチンなんですよね。なんか総踊りはすごい楽しみっていう気持ちが強くて、緊張というよりはすごい楽しみなの。でもワクチンは楽しみとか全くなくて、もううーっていう感じだから、私がワクチンしたらなんかもうすごい短気になっちゃうんですよ、私。だからみんなのことをちょっと切れ回すかもしれないんですけど、でも今月あんまり前半配信できなかったので、なんとしても配信はしたいので、なんて言うんだろうな、私のことをこう受け止めてくださったらね、嬉しいなっていうふうに思います。はい、本当に私ね、ワクチンというかもう注射すると切れちゃうから、うん、やばいよやばいよ。アラブル配信
短期怖くて草もちろんよ、切れながらの配信もうそう、もう最悪切れて配信しないがちょっと一番良くないやつで、まあ配信はするとしてちょっとはい、まあ頑張りますね。そのね、みんなもねワクチンとかね頑張ってると思うし、お仕事もね頑張ってると思いますが、みんなで一緒に日本を回していきましょう。はいはい、私ね、はい、もういいです、待って、もう話すとちょっと今日止まらなさそうなので、ではランキングを見します。はい、じゃじゃーん、ロヒーさんありがとうございます。トーゴさんありがとうございます。ジュンジュンさんありがとうございます。ハッシーナさんありがとうございます。カゾくんさんありがとうございます。埼玉のゆうさんありがとうございます。ボンタカさんありがとうございます。アルミさんありがとうございます。坂井周一さんありがとうございます。すぐさんありがとうございます。超快速さんありがとうございます。けんさん最終防衛システムさんありがとうございます。コメントしてね、もしよかったらありがとう。そして第1位はよしみーぽぽありがとう。あ、鉄道が好きな方、え、ありがとうございます、ありがとうございます。私のアバターまでこんばんは、こんばんは、ということでね、今日はこんな感じで終えたいと思います。じゃあまた明日もね、明日も絶対配信するのでぜひ来てください。あ、仕事中頑張れみんな、おやすみ。じゃあグリーン車に目指して頑張りましょう。バイバーイ。Mm-hmm.